音ですね。とてもいい音の出るキーボード。でもちょっと寂しいと思いませんか。これね、実はこのキーボードには伴奏がね入ってるんですよ。これ、スタイルって言うんですけどね、これ入れることによってなんと伴奏がねついてきてくれます。伴奏というのはドラムとかベースとかいろんな楽器がこうね演奏してくれるんですけど、自動演奏ですね。これです。もうこれはもうかっこいいですね。これドラムがドンドンドンで、ベースがドン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 ってやって、こうストリングスがチャンチャンチャチャンチャンチャン、しっかり伴奏してくれてます。今コードを押さえることでコントロールしてます。 C ドミソ G そして A マイナーラドビ F ラドファって押さえてるんですけど、これ押さえてもいいんだけどもやっぱり難しいですよね、押さえるとね。こう3つ押さなきゃいけないし、実はですねこれにはこのフィンガリングタイプのところでスマートコードっていうのがあるんですよ。スマートコードとは何ぞやっていうのは、指一本で演奏が今伴奏が全部ついてきます。ちょっとやってみますよ。ほらこれですよ。でしかも破綻しない、どこをしても。これはですよ、すごい。でこの伴奏にね、例えばフィルインといっておかず、ここ今シューッと入りましたね。でちょっと伴奏が豪華になりました。キーンと入りましたね、チューブラベル。じゃあエンディング、エンディングは終わり。エンディングに入ったらもう指離して OK です。これは楽しいんじゃないですか。指一本で、自分のバンドをなんか制御してるみたいな、そんなイメージ。この伴奏系、スタイルと呼んでますけど、スタイルの中にはですね、イントロ、メイン、メインっていうのはこう基本伴奏、ね、でフィルイン、フィルインっていうのはおかずで、メインのもう一つ別パターンのメイン B で、フィルインも B パターンのフィルイン、そしてエンディングっていうそのお尻、終わり、そういうスタイルを切り替えることができます。例えばこれでイントロから入ってみますね。これイントロ、イントロにはコード進行がついてますね。これ指一本ですよ。でメインの A に行きました。で指一本で、でフィルイン入れてメイン B、 いいですね。でフィル、でエンディング、エンディングに入ったらもう指離して、 OK。 ではもう一曲弾いてみましょうか。イントロからいきますよ。最高ですね。やっぱりこのねスタイル、伴奏っていうのがですね、やっぱりこのキーボードの醍醐味じゃないですかね。もうぜひこれで楽しんでみてください。